が綺麗になってる。どうかな、この間も撮ったけど。はい。すごいね、これね、今ね。うん、こんにちは。あ、これ？アウトドア夫婦のマイクと夏美です。今回はですね、カヌーでツーリングを親子3人ですね、楽しんできましたので、その模様をですね、動画にさせていただきます。これはですね、ちょっとしたラフティングを体験したいということですね、ちょっと波が立ってますね。ここをですね、ちょっとチャレンジしてきようと。横からですね、水がこう入ってきたりすることがありますんでね。だいぶですね、この流れがきついところですね。それからですね、アマゾンさんでね、購入しました。価格はですね、1500円ぐらいだと思います。1499円ですかね。アクションカメラをですね、水中ハウジングが付属してましたので、それで撮影しました。ちょっとですね、川底がちょっと見えないのは深いってことですね。結構深いところから撮影してますので、光が届いていないということですかね。こんな感じでパドルをですね、漕いでますね。水面がですね、水の底がですね、川の底が見えてきましたね。だいぶこれで浅いところまでですね、来てますね。よく見るとですね、魚が結構泳いでますので、時々映るかもしれませんね。水中ギリギリですと結構迫力がありますよね。で、水中ハウジングをつけた状態ですね。あまり音が聞こえませんね。ちょっとくっこもった感じの音になりますね。これはもうGoPro でもですね、同じですので、もうやはり水中ハウジングつけると、こんな感じで、ちょっと遠くに聞こえるっていうですかね。聞こえづらいかもしれませんね。絶景に近いですよね。水面が鏡面化してまして、かなりですね、神秘的な情景が体験できますね。で、途中ですね、大きな鯉がですね、泳いでるんですけども、それをですね、ちょっと捉えることができなくてですね、残念だったんですけども、かなりですね、迫力ある映像が撮れた。もしね、映ってるんであれば、迫力ある映像が撮れたと思います。
ワンアクションカメラはですね、アマゾンさんで1499円だと思いますけど、そのぐらいで購入しました。ビクトリーですかね。ビクトリーというタイプですね。これ残念なところはですね、モニターがですね、1.5 インチなんですよね。普通はだいたい2インチ以上ありますけども、1.5 インチってちょっとモニター画面がかなりですね、小さいです。まあそのままその2インチのものなんですけど、そのままちっちゃくなったって感じの、感じですので、まあアクションカメラに慣れてる方はですね、ただちっちゃくちょっと小さくなっただけで、機能的に何か変わるというわけではありませんので、その代わりですね、まあ、こういうアクセサリーやなんかはかなり充実した付属品が たくさんついてましてですね、1499円ですがね、多分そのぐらいですけど、それのですね、実力はあるということですね。最初ですね、これ2インチっていうふうに書いてあってですね、概要欄の方にですね、それでもう注文したんですけど、実際には 1.5 インチモデルだったってことですね。で、型番がですね AC200 っていうなってますので、まあ、AC200 の概要をまたどっかでググりましたら 1.5 インチになってましたので、まあそういう仕様だってことですね。だから概要欄が間違ってたってことですよね。一応販売元の方にですね、メールを入れときましたけども、まあ、いい回答が得られませんでしたので、まあ、そのままですね、時が経過してるってことですね。内容的に、こう今ご覧いただいているようにですね、特にシャープネスを効かしているわけではないんですけども、これでノーマル仕様の映像になってます。まあまあまあ満足いく綺麗なですね映像が撮れてると思いますけども、ものがいい割にですね、その辺のカスタマーセンターですかね、販売元の方と対応がですねちょっと残念だったところがですね、まあ次の購入には至らないのかななんていう感じで、ちょっと残念なふうに思ってますね。ものはいいんですけどね、いかがでしょうかね、水中撮影の状態ですね。これでですね、多分15センチぐらいの深さになってると思います。いかがでしょうかね。あえてですね、今回は BGM を入れてません。実は自然のままの状態でってことになりますので、セミの鳴き声と鳥の鳴き声ですね、あと水しぶき、それから魚がですね、水からこう出てきてこう跳ねる音ですね、これらをですね、ミックスさせたような音がずっと永遠に続いて聞こえてきますので、わざわざ音楽をちょっと入れるってことはそういう気は起こりませんでしたので、申し訳ないんですけど BGM はなしでってことで動画を作ることになりました。すごくですね、のどかな感じですよね。ツーリングにはぴったりのですね、ロケーションだと思います。
そろそろ発着点の方までですね、近づいてきました。で、ここはですね、日中になりますと、カヌーのクラブですとか、そういうカヌー教室みたいなのも、なんか行われてるような場所でして、あと河原はですね、バーベキューやる人とかが、かなりにぎわってですね、結構、皆さんね、利用されてる場所みたいですね。それではですね、この辺りで失礼させていただきたいと思います。長い間ですね、ご視聴ありがとうございました。またこういう動画も作って、車中泊の動画もですね、作りますので、ぜひ引き続きですね、私たちのチャンネルをよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。アウトドア服、夏美とマイクでした。失礼いたします。で。